はい、ちゅんです。おはようございます。今、JR の橋本駅のところにいます。で、輪行で、ここまで来ました。今日はですね、岩洞峠っていう厳しい道の峠、山梨県の道志村にあるんですけど、まあ、そちらの方まで、峠を登ってきたいと思います。そこの道は、まあ、2.2 キロぐらい距離がですね、まあ、確か平均勾配が 13.8 っていうことで、まあ、結構きついと思うんですけど、まあ、頑張って登っていきたいなと思います。道がね、結構林道で小石が落ちてるらしいんで、ちょっとパンクに気をつけるのと、あと下りですね。この辺結構アイスバーンとか気温が低くなってるんで、まあ、それちょっと気をつけて、まあ、場合によっては降りて、安全優先で行きたいなというふうに思っています。これからゼブラコーヒーで、地元のね、ヒロ君と落ち合って、まあ、一緒に行きたいと思います。では最後までご覧ください。めっちゃうまい。はい、岩洞峠入り口まで来ました。それで峠がですね、今見ると結構すごい坂なんですよね。お分かりになるか分かんないんですけど、こう最初からコンクリの道が始まっていて、アスファルトよりもきついんですね、コンクリの道。それでその後ですね、あそこ登ってで、つづらで上がるんですけど、あそこ多分30度ぐらいあるんじゃないですかね。だから15で上がって、またさらにつづらで15で上がるっていうような、なんかそんな風に見えますけれども。じゃあ解説動画入れていきます。いや、このヒロ君がですね、荷物背負ってクロスバイクだったんですけど、予想外に検討するんですね。で、これ最初下りなんですよね。なのでちょっとここ下りで加速してと。いう作戦なんですけど、でここからもうコンクリートのとこ入ります。まあ、コンクリートっていうのはもうアスファルトに比べて上りっていうことで、これにかつオーリングが入ってくると、まあ、さらにきつい坂っていうのはもう大体常識なんですけど、でこれ最初登って、まあ、見た目すごかったんですけど、ただ登ってる時はそんなそれほどでもないですね。ちょっと目の錯覚とかあるんで、まずこれ登ってで、さらに登るっていうことなんですけど、まあ足がこうフレッシュなのもありますし、ここは結構楽でしたね。で、やっぱりここからちょっとシャドウがぐっときつくなってきます。で、この辺から気づいたのが、サドルバックつけて登ってるんですけど、それがやっぱりちょっと普通コンパクトにまとめれば遠心力そんな感じないんですけど、ちょっとルーズに長くしちゃったもんですから、お尻がブルンブルン震えるっていうのが、こう気づいてちょっとビビってます。もう一回やり直ししようかなと思ったぐらいだったんですけど、まあちょっとこれ予想通り、まあ大体こう18とかこの数字、今右上に出てるのが勾配なんですけど、そのぐらいの数字で出てると思います。坂勾配ですね。で、車、これ林道関係の方だと思うんですけど、上で親切に止まってくれています。で、また爪山その2なんですけど、ギアがですね、まあ、見てますけど、大体一番もう軽いギアでリアも行くぐらいの坂なんですけど、まあ真ん中ぐらいで行ってたんですよね。だからこれギアを今変速してしたりしてます。フロントはね、坂登る途中で変えちゃうともう落ちちゃうんで、それはさっきスタートするときにも落としてたんですけど、まあ、前半きついですね、ここの岩洞峠は。まあ、平均 13.4% なんですが、ずっとこれが割と続くっていう坂なんですね。なのでちょっと、やっぱり本当にちょっと休めるところが2箇所ぐらいあるんで、もうそこで休むっていう、足を休めるっていうことしかないです。であとラストがまたきついので、それは YouTube のでも予習してたんで、まあ、そこに向けてどれだけ足を貯めておくかっていうのもちょっと考えて登ってます。これちなみに左上が心拍数、それで左下が 47rpm っていうのが回転数、ケーデンスっていうやつなんですけど、1分間に何回回すかっていうことですね。で、この 5kmph っていうのが速さです。で、この 572m っていうのが高度ですね。どのぐらいの高さに今登ってるかと。
で、右下がこう地図みたいに出てるのがこうコースマップで、今どの辺を登ってるかっていうことです。まあ、今 0.6 キロですから、約そうですね、4分の1ぐらい来たっていう感じでしょうか。結構最初から想定してたんですけど、やっぱ石ころがいっぱい落ちてるんで、まあ、その辺どうやって下げるかっていうのは一つのポイントだと思ってます。やっぱりパンクしたくないですし、あと石に乗り上げちゃって落車の危険もあると思ってたので、YouTube でもこのお屋敷、左側のですね、結構綺麗なお屋敷だなと思ってましたけど、当然今見る余裕はないです。ちょっとこのもう勾配がね、バグっちゃってますけど、 41% とか 42% とか出て、こう林業関係の車だと思うんですけど、時々上から降りてきます。こういうね、石が落ちてるんですよね。で、結構カラ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 と音がするんですけど、こう左側から石がちょっとリアルタイムで落ちてきてるみたいなところもあって、結構不気味な感じでした。どうな、この辺もガードレールがないんで、まあ、やっぱりちょっと蛇行はしにくいですよね。この辺で、YouTube で予習した時に、ラスボスがですね、最後のこう山みたいなところがこう左に曲がっていくカーブなんですよね、ゴール前の。あそこは最大斜度っていうふうに思ってたんで、そこに向かって足を貯めとくかっていうことを考えてます。ここも危なかったんですね。石に乗り上げちゃったんですね。で、なんでかっていうと、ちょっとその瞬間、最高を見てるんですよね。だから油断するとすぐにそういうことが起こるなと、最高とかはやっぱり見れないなと思ってます。石2回目乗ったって言ってますね。でも GP5000 がですね、本当に安定していて、安心なんですよね。石に乗り上げてもずるっとスリップすることはないんですよ。まあ本当にこれ素晴らしいタイヤだなっていうのが最近走ってて思います。硬いかなと思ったんですけど、ベタっとしてなくて、まあとてもスーッと乗っていって、かつずるっと滑ることが全くないので、やっぱりコーナーなんかもそうなんですけど、怖さをすごく感じにくくなってますね。まあ、とはいえちょっとカーブ前調子に乗ってこう早く入りすぎないようにっていうのは下りでいつも思ってますけれども、まあ、やっぱり安心感がこう 10% ぐらい最低違うなという感じはします。この辺ラスト600なんで、ラスボス見えてこいっていうような感じで今いますよね。で、それが見えてきたらもうラストスパートモードだと思ってます。心拍上がってきてますね。で、今まで最大心拍数は計測した中では181だったんですね。で、今それに近づいてます。ラスボスですね。このコーナー、次のコーナー、ということで、この次のコーナー、次の次ですね。もうラスボスだと思ったんですね。これ登ればゴールかと思いきやですね、最大心拍数181ですね。
頑張って登っていますけれども、違ってたんですね。これよくあるんですよね、ヒルクライムって、あのつづらでこう行くという似てるところがあるので勘違いしちゃうんですね。だけどこの瞬間すごく心がちょっと折れそうになって、もうちょっと力やばいなというふうに実は思ってました。っていうことはまだラスボスがあるっていうことなので、それ登りきれるかなと思ったんですね。もうラストもう200に入ってるんですけど、結構左に曲がりますね、右に曲がりますね。で、左に曲がるのがラスボスなんで、ラスボスではないんですね、これは。ここはきつかったですね。ちょっとやばいなっていう感じが本当してました。なんか石でもつまずいたり、アクシデントがあったらちょっと本当足ついてたかもしれないですね。ちょっと蛇行してますしね、もう。で、来ました。ここはラスボスですね。野原林道との合流地点になります。こっちの野原林道の方が緩いんですよね。こっちの林道の方がきついんですよ。でもこれラスボスって確信してますから、もう最後だと、まあ、いうことで今登ってるんですけど、まあ、結構ここもシャドウがあるもんですから、もうここでなんか失速して油断しないように今最後気を引き締めているところですね。はい、でこのポールが峠となります。次の登りきりました。いや、今まで一番きつい坂でした。まあそうですね、本当間違いなく3本の指に入るきつい坂でしたね。はい、まあ、ということでお疲れ様でした。けど富士山がこのように見えます、西の方向に。いや、本当にすぐ近くに見えますね。無事岩洞峠へ行ってきました。無事足つきなしで登れました。でヒロ君もね、クロスバイクで荷物背負ってなんと足つきなしで登ったということで素晴らしいと思います。はい、今日はどうもお疲れ様でした。富士山もいろいろ見えたし、あの本当にいいあのヒルクライミングだったと思います。はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。はい、電車すぐ来るんで乗っていきます。ではさよなら。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。